僕たちはカレーの大好きな3人組です。3人揃ってタンドリーズです。竹中さん言わなかった。今回我々タンドリーズの3人がお邪魔したのは、私アーヴィンのおすすめ高円寺にあるスパイスカレーマントラさん。そこで出会ったのはラッパーだというこちらの方です。国分寺八王子や三峰茂之って言います。まだラッパー名前聞いてなかったけど、この番組はただただカレー好きなおじさんたちがただただカレーを楽しく食べるという時間です。その名もそうタンドリーズです。汗かいて食べましょう。トゥトゥトゥルトゥタンドリーズ。ラッパーなんですね。でもラッパー動きはフレッシュですね。切れてますね。切れてるよ。ライブ見てる感じですね。どう、何一応活動してんですか。ラッパーっていうのはライブって呼ぶの。ライブ国分寺でやってるよ。国分寺のミスクって店で、ちっちゃい店だけど、この半分ぐらい。ちっちゃいな。ミスク。見て見るっていう字に、オスの巣に苦しいって書いて。やだもん。大嫌いよ、そんな店。苦しい。何ミスク。どういう意味？仏教？この店。俺の店バランシアって。あれ？なんか。ガッ！ってやってるか。ちょっといい匂いする。本当だ。分かるだろ、何のスパイスだ。お前詳しいんだろ。おじじい、トリュフでしょ。トリュフです。俺が頼んだやつか。違う。いやみんな食べましょう。食べましょうよ。盛り付けもちょうどいいね。いい。どうぞ入れろよ。お前さっきから言えてた。怖っ。やっぱね、昔不良だったんだよ。聞いた聞いた。背中の入れ墨見せたろか。入れ墨って言ってる時点でおっさんだと思うんだ俺。いやごめんなさい。いけねえのか。いやいけなくない。時点ってなんだ。怖い。ぶっ飛ばすぞ。あっつってプッシュンダッつって、この指で指だけで、プッシュンダッつって。危ない。突き火しちゃうからやんないけど。なんで弱えんだ。弱くはねえ。ちょっとかすりメティも振ってるんですか。そうですね、上から。なんつった今。かすりメティっていうハーブですね。カスリメティ。ええ。種はスパイスになるんですよ。メティっていうね。うまい。ああ、ありがとう。散歩するもんだね。うん。出会えたと。一人で食べたかった。おいしいです。ありがとうございます。うん。ああ。それしか言わない。おいしい。うまい。うん。ここでずっと昼間からこうやって飲めるわ。飲めますね。このおつまみもうまいし、うん。何時からやってるの？エビさん何時から？ここ11時半から、はい、やっております。うん、昼休憩なし？昼休憩一応3時から5時までの間、はい。その間何してるの？その間ずっとカレー煮込んだり、あとはその副菜作ったり。ああ休む間ないね。そう、仕込みの仕込みがやっぱ時間かかりますので。夜は何時まで。夜は5時から11時まで。わあ結構やって、はい、最後のバーみたいになっていっちゃう感じ。そうですね、ちょっとまだ試行錯誤中でどうやってこれからやっていこうかな。でも一人暮らしの人多いから夜遅いんですよね、飯食う。そうですね、結構遅い方が多いですね。遅いとやっぱりお酒飲む方も多くなってきますので、うん、どんどんおつまみも増やして。ありがとうございます。美味しいです。いいね、こんなだって番組の収録なんでしょ。そう、飲みながら食べれて、うん、それが放送するわけだろ、うん、贅沢だね、あんたらの方が。俺今言ったの全部嘘だから。えややこしいな。殺しなんて思ってないよ。ややこしいな。あれお前も嘘ついて生きてんじゃねえの。
ね、嘘ついて生きてますよ。だろ、はい、じゃあいちいちややこしいとか言うな、うん、背中の入れ墨見せてる怖い、あと肘にもしてんだぞ俺。肘ぐらいなら見てもいいかなって気はするんですけど。なんて書いてると思う。いや分からない。骨だよ骨骨感じだな、うん、なんでですか。でもお前らあの骨だと思ってんだろ。ほ、人弁のほに、うん、根っこだから根を保つってこと。そうよ、人間肘大事だから。なるほど。肘打つと言ってるだろ、お前肘ついてご飯食うなよお父さん厳しかったから、うん、これなんですか。俺不死家庭だ。これなんですか不死家庭じゃあ、あのこれこれあの鶏皮せんべいですね。不死家庭っていう話を。まあいいか。うまい。ありがとうございます。これはうまいわ。ビール似合うね。うまい。いや、これ全部マスターのオリジナルでしょ。そうですね、はい、すごいね、この工夫して家庭が。ありがとうございます。そういうのを作ってみようってひらめき、何度もいろんなものを試すわけ。そうですね、あとはいろんなお店飲み行ったりして、ね、あ、こういうの美味しいな。ちょっとよこせよ。うまい。ちょっとよこせよ、こんな取り合いさせるのか、まあ、中学生じゃあるまいし。俺32だけど、中学生の頃、お前より近いよ。あ、うまい。これハイボール2つ。なんで2つ俺の。よく俺の頼むんだよな、勝手に。角ハイボールとジンジャーハイボールどっちがいいですか。角ハイがいい。角ハイ2つ。アミさんさ、もうカレーを。あ、頼みましょう、ね、でもあれですよね、マスターにスタンバッといってもらってだって3種盛りですか。これぐらいの量だったらもう1つぐらいマスターのおすすめのやつ1つ頼まない。 あとこれからあのボタン肉のスパイシー煮込みが、うん、あと豆も指さすな人、あの豆もやしのなんとかってな。豆それはだから三峯知ってるよこれ分かった。そうだ、三峯分かった、うるせえな、分かったって言ってるだろ。困ったよ、みんな三種盛りですよね。分かったって言ってんだろ。三峯が見たやつだから分かったって言ってんの何の言わせんだカレーお悩み相談のコーナー。43歳女性、神奈川県の方。カレー用に買った福神漬けやらっきょうはどうしても余ってしまいます。何か活用法があれば教えてください。量をわきまえて入れればいいはずだこれぐらいにしとこうって。山盛り入れちゃうからじゃないの。うん、それセーブすれば大丈夫じゃないか。だってらっきょうなんて別におつまみとかで食べても。そうです ね、 ね、福神漬けね。まあね、って言っても別にってそう言っちゃおしまいだね。まあそうですね、次食べる時まで取っときゃいいだけの。あんな腐らないですか、うん、そうですね、パックに入れときゃいいんだからだって量をわきまえればいいって話じゃないかそうですね、うん、あと買わないかね、もうそんな余っちゃうんだったら。もうそれ買った気で食べる。でも買った気でだ入れたいんですよ、その人入れたいんだから量をわきまえればいいという話じゃないの。美味しい福神漬けに出会ってください。ん、うん、そういうことじゃないの。無理やり締めようとしてね俺あそこの福神漬けが美味しいんですよ。何なんだろう広げんの、うん、どこの草枕の福神漬けがめちゃくちゃ美味しくて。草枕ってブランド。いやいや、お店です。新宿御苑前のそこの福神漬けを、僕全部入れちゃっておかわりするくらい。こういう人もいるんだ。美味しいんですよ。行ってみてください。その人のうちにアビーが行けばいいってことだよな、はい、今度俺が食べてあげるっつって。あ、でも違うんだ、そこの福神漬けだから。話全然変わっちゃったけど、じゃあ、まあ、とりあえず草枕に行ってもらえますか。美味しいです。よろしくお願いします、はい、ちょっとではマスター最後に、はい、ね、もう最後じゃあカレー何にします。もう生は食べない、ライスで食べたいんで。ナンはないですよ、ここ。いや、今何にしますって言ったから。違う どのカレーにします。そう言えよ。全員三種盛りで。わかんだろ。ちょっと待ってよ、わかんだろお前すっげーな、年下に向かって年下だから。辛さが選べるんですよ、三種盛り。あ、そこの兄ちゃんや、
魚、飴だよ、飴だよ。ああ、はいはい。大から食うやいいや、大から。大から。大から工事だっつって。大から工事だ。大から激辛。中辛？激辛ダメだって。激辛ってそんな辛いですか？おい、じゃんけんで負けた人が。あ、じゃんけん。じゃんけん。じゃんけん。失礼、マスター喋ってたからごめんなさい。じゃんけんで負けた人がっていう発想がおっさんっぽいですね。まあいい。おっさんいけねえのか。え、若いやつはいいってことか。いいおっさんいけねえのか。お前もおっさんだろ。お前も指さす、指さすな。うっせえだろ。さなちょっと待てよ、お前おっさんにおっさんって言われる筋合いねえぞ。おっさん、まあおっさんですからね、僕も確かに。ジジイが、いやいやいや、この親族内がジジイ。そこまでじゃないか。おいしく食べたかったんだよ、静かに一人で。いや喧嘩売ってんのは、まあいいや。最初はグー、じゃんけん、ぽい。激辛。激辛。激辛一つと、中辛一つと、普通一つお願いします。はい。それを、三種盛りでいいですか、三つ峰さん。全部食べたいですよ。全部。普通は激辛でいいけど、あと、激辛の分、あと普通にしてくれる、あとの二つ。普通に。ちょっとなんか切なくなっちゃったね。辛すぎる。今激辛って言っただけで俺毛すんげえふさふさなんだけど、あの本当に今毛穴から汗が出た。激辛って言っただけであんた出ない、言葉に反応すんの。出る出る。唐辛子出る出る出る。唐辛子スパイスある。ラップでやねえんだぽい。ラップっぽいっすね。じゃあ俺は自分の道のラップをやってんだ。なるほどね、オリジナルのね。いや、いいことですよ。いや、あんたにいいことなんて評価されたくないよ。じゃあ、全部三種盛りで、はい、なんか激辛、全部が激辛は辛いっていう話なんで。もう年齢も32なんでちょっと全部激辛辛いんで。辛いんで。一つは激辛に、激辛で、はいはい、あとは普通にバランスよく普通で。普通って大変だよね。あんた普通じゃないでしょ。普通です。普通の人じゃないよね。私は普通の人です。いや、それは見えないな。見え。目立つ顔してるもん。目立つ顔してます？自分じゃ分かんないよな。でも分かってたら最低だから。でも大泉洋さんに間違えられるんだから。うん、ね、シャレだよ。シャレか。当たり前だろ。あんた大倉浩二って言うんだろ。それ知ってるよ。あ、なんだこれ。なんすかこれ。知らないの？え、じゃボタン肉のスパイシー、スパイス煮込みですね。見てくれよ、このかわいいだろう、この大きさ、このお皿と。ちゃんと3つ、木のスプーンついてね。ね、木のスプーン、これ食器も全部マスターが選ぶんでしょ。そうですね、はい。ご夫婦で選びに行ったり。いや、僕一人で。一人で。え、奥さんとの出会いはカレーを通じて出会ったの？いや、そういうわけでもないんですよ。本当。高校の先輩。え、奥さん上なんだ。1個上なの。1個上、1個上、1個上、はい、分かんないね。え、中央線に乗ってて、おベビー調子はどうだいって聞いてから急に仲良く。ラップやってねえから、言わないですよ。おい、はい、いちいち俺に絡むな。怖い。もうこの辺、俺別に俺にとってのアウトレイジみたいな、ただのジャンルでしかないんだよ。そうだ、ごめんなさい。でーん、優しいね、あんた。今回のタンドリーズはここまでです。次回もスパイスカレーマントラさんで素敵な時間を過ごします。お楽しみに。どういうこと、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 どういうこと。これヒップホップなの、これ。カレーにカレーを食べて放つカレー趣味のブハってなってる僕たちがタンドリー